さんこんにちは、さやさこころです。1年間リンゴルフ見ていただいてありがとうございました。2017年11月にこのリンゴルフはスタートしたんですが、本当にこんなにね、たくさんの方に見ていただけて応援してもらえるサイトになって、本当に本当にすごく嬉しいです。で、私さやさこころが本当にゴルフが好きで、ゴルフ番組やりたいなとかそういう思いがあって、ちょっと YouTube でやってみようかなっていうのが最初の実はきっかけだったんですけれども、本当にたくさんのゴルフ女子ゴルファーとお会いして、こんな風に好きにやらせてもらえて幸せに思っております。1年間ありがとうございました。で、最後なのでちょっと一応振り返りをしておきたいなと思って、今回この動画を撮影することにしました。で、この間コミュニティ機能、この間紹介したんですが、コミュニティ機能でゴルフ、リンゴルフ1周年になりますが、皆さん印象に残っている動画を1本選ぶとしたら何になりますかという質問をしました。そこのね、皆さんが上げてくれた動画内容を見ながら1年を振り返ってみたいと思います。ココロちゃん、ジュンちゃん、リサちゃん、シオタさんのガチ対決です。これはね、生放送でも上げたんですが、本当に対決はもう本気、身内ながら本気みんな、はい、リサちゃんガチガチに仕上がってて圧巻でしたね。はい、この動画は本当に私も強く印象に残っています。お兄さんのイケポチャからの心さんの兄ちゃんビームスコンペだったかな、何ですかねこれ、私がなんか兄ちゃんって叫んだんですかね、兄弟なんでね、ちょっとそういうとこたまに出ちゃいます、すいません。マックス村井のチャンネルでリンゴルフスタートを告知していた動画、おー、これも本当初めの頃ですね。初めの頃からこんな風に応援していただけて嬉しいです。全部いいんだけど、昔はこんな下手だった、ウェアもスイングも進化した10年の奇跡が印象的に残っています。本当にゴルフが好きなんだなって思えた動画でした。もう私も動画を見るたびに自分の、こんなこと言ってあれなんですけど、成長と言いますか、ゴルフウェアの進化もそうですし、スイングもそうですし、本当にカフェリンさんが言ってくれるように、しみじみ自分でもゴルフ好きなんだな昔からって思えます。ココロちゃんがタイで泣き出したの、はい、いやー、仕事っていうのと、やらなきゃいけないっていうのと、そうなっちゃいけないっていう気持ちはすごくあったんですが、なんですかね、なんかリンゴルフもちょうど半年弱かなぐらい経って、うん、ガーみたいな、わーみたいな、壊れちゃったんですかね。なんか試合もあってリンゴルフもあって、なんか自分もどうしていいのか分からず、スイングも安定しないで試合も待ってるみたいなのって、心がポッキリ、はい、折れちゃいましたね。タイでは皆さんたくさんのコメントをね、本当に励ましからアドバイスからいただいてありがとうございました。まあ来年はね、あんま泣かないようにね頑張りたいと思います。ココロちゃんがまだ下手だった頃の動画、励みになりました。これは結構やっぱ皆さん見てくれてる方多いんですね、ありがとうございます。本当にね本当になんていうんですかね、全部がなんかスイングじゃないと言いますか、あ、ちょっと悪いですね、電話がかかってきちゃった、もしもし、はい、今ね1年間の振り返りの動画を撮ってるんだけど、今動画回してるわけよ、で一緒に出ないかなと思って電話したんだけど、会社にいないよね。了解です、じゃあこのまま続き取ります。電話かかってきちゃった、兄も会社にいるんで一緒に取らないかなと思って電話したら、さっき出なかったんで折り返しがいいのかって、次行きますね。
ドライバーより豪遊の方が飛ぶゆっこちゃんでしょ。ドライバーめちゃくちゃ飛ぶようになりました。すごい、本当にゆっこは変わりましたね。練習が力になっているというか身にしっかりなってます。ゆっこのね、今後の成長もすごくリンゴルフで追いかけていきたいなと思ってます。はい、心ちゃんと純ちゃんのダブルス、やっぱりリンゴルフはこの2人のいい時と悪い時の両方見えるリアルなドラマが他にない魅力だと思います。ありがとうございます。はい、ダブルスもね、いろいろありましたが、純ちゃんとね、2人で力を合わせて66というスコアを出せたのは本当に今でも自信につながってますし、またどこかのタイミングでね、純ちゃんとダブルス組んで挑みたいななんて思ったりしてます。しっかりね、ルールも勉強して、はい、また来年なんか違うチームもね、ダブルスとか、みんな初めて出る試合はダブルスとかでも結構いいんじゃないかなと思うんで、ダブルスリンゴルフで何チームか出たいなっていうのもあります。心ちゃんがスランプで我慢できずに泣いちゃった回かな。自分にも同じ経験があって共感して動画見て一緒に悔しくて涙しました。ありがとうございます。今はね、だいぶ笑えるようになったんですけど、悔しい、どうにもなんない、なんかこう、はけ口がないと言いますか、なんかこう、ね、でも日涙を流してすごく吹っ切れたというか、前に進めたような気がしていて、自分ではそうやって一緒に泣いてくれてありがとうございます。りさちゃんの全ショットが印象的でした。また見たい。はい、りさちゃんには来年もね、全ショット動画含めなんか違った形でも見せてもらいたいなと思ってますので、楽しみにしててください。心さん、純ちゃん、塩田さんのラウンドしてた川のホテルゴースコース、川のですね、ラウンド動画ですね。初めて塩田さんを拝見した動画だったんですが、豪快なスイングと清潔な話し方でファンになっちゃいました。本当に塩田さんは綺麗で、仕事もできて、ゴルフも上手くて、今年全日本優勝しちゃいましたからね。すごいよ、本当に実力が。またね、塩田さんの来年は18ホールガツンと引き合ってもらおうと思ってますので、その辺も楽しみにしててください。上田支配のゴルフレッスン、あー懐かしい。上田支配人のワンポイントは本当にすぐできて分かりやすくて、なんて言うんですかね、もう本当すぐできて分かりやすくて、もうラウンドにも行かせちゃう、本当に見てすぐ皆さんも気づいたと思うんですが、変わりましたよね。本当あれは皆さんにもぜひ大変マシコに行った際は上田支配人のワンポイントです、受けてみてください。りさちゃんの一人イーグル、これも葉山国際のダブルス対決ですね。本当私いるみたいな、応援みたいな感じだったんですが、本当素晴らしいプレーを見させてもらいました。お兄ちゃん5日間で1万球だよ。何ですかね、本当にやっちゃいましたからね、やり遂げちゃいました、1万球。最後まで最初から最後まで見てくれた方もいたようで、本当お付き合いいただきありがとうございました。兄、これで100を切れると信じてます。はい、心さんが太平洋の会員権購入した動画かな。やっぱりメンバーになることは一大決心ですよね。ゴルフに対する興味を感じました。本当に人生で最大の買い物をしたのは間違いないです。はい、もうでもそのぐらいゴルフに対して、リンゴルフに対して本気だということを皆さんに伝わってればいいかなっていうと、まあ自分のこれからのゴルフ人生に会員権は必要だったので買ってよかったなと今でも思ってます。来年も太平洋たくさん撮影していきたいと思いますし、太平洋の選手権でも一打でも一順位でもいい状況で上がれるように頑張りますので、よろしくお願いします。ドドンパ笑い
ほんとダメで絶叫マシン、なんかね、ダメさがマジ、ほんとダメなやつ、もうやだ、もう絶叫マシンはほんと考えたくないです。なんで絶叫マシンはちょっとしばらく封印と心の中に思っております。コロちゃんの軽井沢一人ゴルフ人間に好きです。お、ありがとうございます。ちょっと本当に一人であんなにこうねやることはあれ以来ないんですが、まあこれからまた来年ねあんのかな、一人でもあることをって思いながらいます。誰か連れて行きたいですけどね、またでも面白かったって言ってもらえるのがやりたいなと思ってます。ゴルフを始めた僕にとって、男子並みのパワフルなスイングをする女子と YouTube で見かけてから、女子を YouTube で見かけてからリンゴルフを見るようになりました。ラウンド時の楽しい様子も面白いんですが、どんな練習をしているのか、またどんな筋トレが必要なのかなど、ゴルフに必要な体作りに関する情報やスイングの受けるクラブの扱い方やその振り方のヒントなどが見れると嬉しいです。おお、たくさんコメントありがとうございます。そうですね、もうちょっとこう入り込んだ練習方法だったり、みんながどんなことをしてるかってことですね。そうですね、来年ちょっとそういうのも盛り込んでいけるように頑張りたいと思います。アマタスプリングですね。おお、アマタスプリング嬉しいですね。コモドドラゴンって言って水なんとかオオトカゲらしいんですけど、私の中ではコモドドラゴン。またアマタスプリングもね行きたいなと思うコースの一つでありますね。あやかちゃんのスイングテンポが勉強になりました。あやかちゃんの動画はすごかった。私も回っててもうはーとほーとかすげーしか言えなかったですけど、本当は説明も上手でためになる、今後のゴルフでステップアップするには本当にああいう考え方とかできるようになれたらいいなって思って本当に勉強になりました。またね、あやかちゃんにはね、出てもらいたいと思ってます。マークかないさん。マークさんのね、お手事、水平打ち。ほーって、本当に勉強になりましたね。ちょっと家でもできることなので、傘の動きとかもね、ぜひ皆さん、やってみてほしいです。アプローチ対決って、純ちゃんが塩田さんのボールに当ててしまった、ある意味ミラクルのショット動画かな。あれ、本当ね、奇跡だと思いますよ。全部撮ってるから撮れるっていう、あれはもう本当私も珍プレー集の中でインスタにも上げてます。全部いいんだけどありがとうございます。お兄さんの100切り挑戦ってやつかな。そうですね、兄がいつ100切れるのか、それをいつ YouTube で見せることができるのか、私も待っております。エサちゃんが登場したスイングリズムですかね、影響でドライバット購入につながったので。おお、ドライバット、本当にあれもいい、素振りするにはすごくいいんですよね。重さといい感じといい。エサちゃんが最初にね登場したのも懐かしいな。この間見てたんですが、なんか別にそんなにも喋ってないのになんか見ちゃう。1周年記念生放送、これは先日ゆっこリサちゃんとじゅんちゃんでやったやつですね。たくさんの方も本当視聴していただいてありがとうございました。エピックドライバーに変えたくらいガードが楽しみになりました。特にエリートグリップの回は楽しかったです。おー、エリートグリップもね、本当に私もグリップについて知らないことがたくさんあったのですごく勉強になりました。やっぱこう専門の方、ゴルフこんなにやってるのに専門の方に聞くと全然今まで知らなかったこと、グリップの変えるタイミングも含めとても勉強になりました。またねグリップについては今後ももっと深く追求していきたいと思ってます。やはり純ちゃんとの打ちっぱなし練習、ああこれも良かったですね。私がジョジョエンカップの前で不調だから純ちゃんに練習付き合ってもらってやった動画ですね。みんなで練習したりシミュレーションしたりのラウンド以外の動画とコロちゃんのバンカー上達成長の求め。おお、これも結構前ですね。たくさん前から見ていただいてありがとうございます。バンカー本当にすっかり苦手じゃなくなりました。あんなにリサちゃんにも芋掘ってるみたいなバンカーショットって
言われてたんですが、今あのサクッと出るようになりました。エピックのクラブフィッティングした時の動画ですかね。ちょうどドライバーを探したので参考になりました。でも結局はピン G400 を買ったんですが、はい、そこはもうあの皆さん自分に合ったクラブを買っていただけると嬉しいです。最近で申し訳ありませんが、リサちゃんのクラブセッティング、うーん、やっぱ皆さん見たかったですね。リサちゃんのクラブセッティング良かったです。やってジュンちゃんの遅いや、あ、これなんだっけ、なんかやってたね、ジュンちゃんの動画とか忘れたけど、はい、コメントいただきありがとうございました。まあ、1年間もう1年以上ですね、今になると1年以上で、リンゴルフも多分もうすぐ400本ぐらいアップされてるんじゃないですかね。ちょっと調べてみましょうかね、何本アップされたのか。今日の時点で421本、年内に450本いくのかな、いかないのかなぐらいになると思います。本当にあのスタッフ編集2人いるんですが、あの毎日頑張ってもらっています。デコル不調の方にもメーカーの方にも本当にあのたくさんの方にご協力いただけて、この1年やれてこれました。まあまあ、まだ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 ゴルフは深いと言いますか、やることがたくさんあると言いますか、奥深いので、来年はねさらに今年のいろんなことを生かしてさらにバージョンアップしたリンゴルフでお届けしていきたいと思ってますので、ぜひ皆さん来年も年が下がっちゃった、はい、2018年のリンゴルフ楽しみにしていてください。1年間ありがとうございました。最後になりますが、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。コメントもたくさんお待ちしています。1年間どうだったかなど、1年間どうだったかなど同じことに書いてますが、書いてもらえると嬉しいです。はい、ではまた来年お会いしましょう。バイバーイ。